ビオネックスプロジェクト全体会議の方を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。まずはじめに早子タコ代表からお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日もなんか春になったかのような暖かさというか、ここの気温の変化で皆さん体調は大丈夫ですか？あのコロナウイルスですとか何かね、ちょっとさまざまなこうね、ウイルスとかが来ると私もなんか免疫力を高めなければって思うんですけども、なんかまあね、皆様もその寒暖差もありますから、あの体に気をつけて、また元気に過ごしていただければなと思います。はい、今日も皆様の近況あのお聞きできることを楽しみにしております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。やっぱりね、今一番心配なのは新型肺炎、まあ、新型コロナウイルスのね、この蔓延っていうね、この状況をどうやってね克服するかということだろうと思います。まあ、幸いに、今日は皆さんね、若い方が、参加をしていただきましたので、今日も楽しく一日過ごすことができるだろうと思います。新井隆法さんという、まあ第3代のその死因のですね、家元の方が今日、まあ、2時近くになるそうですけれども、出席をしていただきます。時田国奨学金の小学生、確か7番目くらいだったかな、ということなんで、まあ、そういった方がね、現在どんな活動をされているかということについては、やはりね、時間を見て皆さんに報告していただいて、また私たちの次への、ね、飛躍の、まあ、材料にしていければいいなと思っております。今年はもう2月に入りましたけども、今年1年間一生懸命ビヨンデックスプロジェクトの事業を発展をさせていただきたいと同時に、出席者の皆さんがそれぞれ自分の場で大きく羽ばたいていただくことを心から記念をしております。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。じゃあ続いては2020年のビヨンデックスプロジェクトの活動についてですね。はい、高橋さんお願いします。はい、2020年のビヨンデックスプロジェクトの活動について、まあ、現状についてのご報告なんですけれども、小野寺さん、東北支部長の小野寺さんから連絡をいただきまして、現在あのその、2020年度の、東北視察の日程について、学校側と調整を進めてくださっています。第一候補が7月の10日からということで、希望をこちらから出しているんですけれども、まあ、学校側との調整で、その、まあ、日にちがこう空いているところでそのマッチする学校を探すというところで、調整を行っていただいているんですが、もしかしたらちょっと難しいかもしれないというところもあるんですね。なので、その場合は、まあ、10月の中旬までであれば、ちょっと東北だいぶ寒いですから、以前ちょっと行った時にだいぶ凍えまして大変なあのちょっと旅行あの視察だったこともあるので、できれば、まあ、あまり体に負担のない形で、視察ができたらなと、考えております。なので、もしかすると秋のその早い段階になるかもしれないというところなんですけれども、また日程がこうあのナチュールのメンバーにも声をかけつつですね、また日程の調整があの進められたら、またその段階で皆様にもご報告あのしながら進めたいと思います。はい、とりあえず以上です。はい、あの蓬莱館から何かあの台風被害のことありました？あ、そうですね、蓬莱館様がですね、台風被害にあらああの台風被害でですね、蓬莱館さんの裏の、その避難経路のところがですね、土砂崩れになってしまって、その復旧作業をしなければいけないということで、小野寺さんの方がそれをこう気づいてくださってですね、皆さんにその募金の、あのご案内が
来たんです。でそれで、ちょっとまあビヨンドの趣旨からしてもやはりそのね、あの救助の一助になるのであればということで、あの理事のメンバー、顧問皆様にちょっと緊急的なことでしたので、ご報告をして、ご報告のご相談をして、寄付をそうですね、させていただきましたので、はい、ここにご報告してさせていただきます、はい、おかげでまた新、ね、現在工事は進んでいるかと思いますが、またその現状についても、適宜ご報告させていただきたいと思います、はい、以上です。ありがとうございました。私の方から、はい、進捗ですが、はい、今 の, 私の方で進めている朗読劇ライブレターズの予定なんですが、先月ですね、脚本を書いた木村さんから男性キャストを紹介されたんですが、スケジュールが合わなくてまた再度男性キャストを見つけなければっていうところにまた戻りました。結局やっぱりまあ他のつてとかでいろいろあったんですけど、なかなかやっぱりずっと男性キャストがなかなかうまく決まらないといったようなところで、本当そこさえ決まればあとはもう、日程決めて、場所ですね、場所と日程決めるところに行けるっていう風な状況なんですけど、まあ、本当男性キャストだけですね、はい、なかなか何でしょう、まあ、正直、まあ、僕もそうですし木村さんもそうなんですけど、僕本当女性集団ばっかりだったんですよ本当に女性がいっぱいいるっていう舞台 の, 演出をやってたので男性の知り合い少ないんですよね。で特にやっぱり今特に若手というか10代20代ですか。で特に30になるとだいたい30手前でみんな辞めていくというのがこの業界なので、28から35の間で、まあ、男女含めてなんですけど、だいたいまあ何て言うんですか、社会人になりますみたいな。なのでなかなかやっぱその世代を探すっていうのが難しいというのが実はあってですね、まあ、知り合いが少ないっていうのと、つてが、まあ、男性のつてが少ないのと、あと残ってる人っていうのはいわゆるその 2.5 次元のイケメン系が多くて、ちょっと企画と合わないんですはい、まあ、そのお客さん呼べてとかいろんな意味でその 2.5 次元イケメン系はいいんですけど、ちょっと企画と合わないというのが難点でして、そうで小さな芝居出ないんですよあの人たち、はい、というのがありまして、そういうところでキャスティング今難航しております。なので作品自体が、まあ、そういう意味では作品自体が、まあ、この朗読劇のライブレターズなんですけど、要はその回数を重ねていこうと思ってるんです。1回目やったらまた違うキャストでやって、で2回目3回目、そうしたら要は 2.5 次元イケメン系にもキャスティングオファーができるとか、そういった形には将来的には思ってるんですけど、まあ、最初やっぱりいきなりそのプロトタイプ的なところの公演でやる場合においては、プロトタイプというか、まあ、初出しのところではやっぱりなかなか厳しいなと。もちろんまあ、ここはあれなんですけど、お金を積めば出てくれますまあでもまあそういう企画でもないので、そういうそこら辺をなんかいい塩梅のところで出てくれる人をやっぱり見繕うのが難しいといったところですかね、はい、まあ引き続き頑張りたいと思いますし、今年度中にはいけると思ってますんで、決まりましたらまた連絡いたします。ありがとうございました。各自の近況報告はい、したいと思います。じゃあ、伊藤さんお願いします。おはようございます。おはようございます。伊藤舞です。
一昨日にあの結婚式で歌った曲ともう一曲、今年じゃない去年か2019年の初めに作った曲2曲を一応レコーディングして、CD に入れる準備が終わってます。であと2曲レコーディングが残ってるんですけど、それがユニットの曲と、なんか4人のユニットと2人用に歌うように作った曲、ちょっと集団の曲っていうんですかね、ソロじゃない曲を今あと2曲3月にレコーディング残して、その4曲で一応5月に CD を発売する準備ができてます。っていうのと、今ちょっと稽古中なんですけど、あの1年以上ぶりにちょっと今回舞台に出ることになりまして、場所がまたなんか阿佐ヶ谷なんですけど、阿佐ヶ谷アルシェってとこで3月4日から8日まで舞台に出ます。歌う夢というタイトルで、まあ、上京してきたシンガーソングライターの話なんて、すごいなんか自分にも近い話なんですけど、その、まあ、役柄としては主人公の親友の役で、なんか自分も音楽をやってる役を今回演じます。なんか一部しかないんで。なんで一部だよ。明日本当はちゃんとしたフライヤーがもらえるんですけど、今急いであのローソンで印刷してきたんで、ちょっとこんな感じになっちゃってるんですけど、そうですね、今絶賛稽古中でも1ヶ月本番まで切ってるので、で、まあ、この劇団さんルストダンク企画さんっていうんですけど、まあ、特徴としてはそのよくある、普段は結構その主人公っていうよりは、まあ、主人公はいるけど結構いろんな人に同じくらいスポットを当てたような話が多い劇団さんなんですけれど、今回珍しく一人の主人公を主軸に置いた周りの人間関係を描いているような感じになってます。でもやっぱ一人一人のキャラが濃くて、なんていうんですかね、出番もやっぱ割と均等にあるような仕上がりにはなってるので、私自身は主人公の親友の役なんで結構濃い役柄ではあるんですけど、まあ、出番ももうみんなまんべんなくいろいろ出るんで、結構飽きずに楽しんでいただけるかなと思うので、もし都合合えば見に来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。以上です。大島です。最近あの演劇ワークショップっていう形で、あの未来型有名さんのところで、あの地域の人たちから絡みつつ演劇をやってたりするんですけど、あの4月の5日にあの桜祭りっていうあのお祭りがあるんですけど、地域ので、もうその桜祭りにちなんだ、まあいわゆるこうなんだろう、ストーリーを演技、あ、そのイベントのうちにやるっていう話が決まって、で今年から動いて、今ちょうど3回目になるんですけど、まあ、これからどう固めていくのかっていうところなので、あの楽しみにもしあの来ていただけたらなとは思っています。で、あともう一点、あの僕が最近そのニュースとかいろいろと情報を追っかけたりとか、ツイッターとか見てたりしてて、で最終的にその追っかけてる人とかって結局そのなんか追っかけてな、あの言葉に対してこうずっと流れているなっていう感覚に陥っちゃって、じゃあなんでこの人たちはあのそう考えたりとか、言葉に翻弄されてるんだろうっていうふうに俯瞰してみちゃって、で最終的にあの僕たちがその子供の時に学んだことをしてないんじゃないかなと思い立って、まあ、あのちょっとやってたこととか振り返りながらボランティア活動とか参加したりとかっていうのもしてたし、あの子供に対してもそうだし大人に対しても敬意を張るとかっていう風な形で学んでたはずなのに、いつの間にかあのきつい言葉になってたりとか、教えるはずなのにすごいあのなんだろう、縦にあの出てしまったりとか、いろいろと後々考えると子供の時に学んだことっていうのをいつの間にか忘れてる自分がいたりとかっていう風に感じてますっていうのが最近の近況報告とちょっといや、あの行き過ぎたところまで考えた部分ではあるんですけど、はい。なので、あのちょっと 1ヶ月に1回だけ、その何だろう、街のそのいつも歩いている道をちょっと掃除しようかなとかって思ったりしてます。はい、今日は日本でもとっても少子化が深刻になっております。
でも私たちが住む朝霞では黒目川が流れて自然がいっぱいで、保育園の子どもたちが散歩しているのを見かけて、その姿を見るととっても嬉しい限りです。今年は私の身近な、本当に身近な方たちの出産が6人いて、もう1月には元気な男の子を産んだお母様もいらっしゃいます。あと5人は高辻陽子さんはじめ、もう出産も控えてらっしゃいます。もう本当に嬉しい限りです。この子たちが将来夢の持てる平和で幸せな家庭を築けるようにと祈るばかりです。明日明後日は主人と一緒に伊勢神宮に参拝していきます。そのことも含めて、やっぱり平和であることの幸せ、それを願って参りたいと思います。ビヨンドに集ってくださる方々にも、ご自分がなさろうとしていることが本当に叶うように、そういう気持ちも含めて参拝していきたいと思います。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。はじめましての方もいらっしゃいます。新井竜王と申します。以前ここでブログを365日書いて、小学生として活動していまして、でそこから少しご無沙汰はしているんですけれども、もう私もともと剣舞と詩吟の家元でして、その活動をしていきながら昨年一度も顔を出せなかったので、今日お話ししたいのは、3点。一つは昨年の、こういうことをしてきましたよ。あとは、2つ目は今年何をしていくか、自分は何をするべきなのか、で3つ目はここ と、一緒にやっていきたいことということをお話しさせていただければなと思います。昨年は、特に下期ですね、1年で2回も、世界遺産の、舞台を含めるとは思っていなかったなというのが、率直な感想で、何を言いたいかというと、10月だったか11月に二条城で、剣舞の披露をさせていただきました。で、年末はですね、シドニーのオペラハウスで、演舞をさせていただきました。で今までも大使館とか、あとは、国立劇場だったりっていうと大舞台は踏ませてはいただいてはいるんですけれども、ずっと個人で活動していたので、新井竜王として行って演舞をして、竜王の演舞良かったねということはあったんですけれども、やっぱり次のステップアップのためには個人がいくら動いたところでできる力っていうのは全然こう小さいということで、規模の範囲を少し広げて流派の活動にしていきたいなと思いまして、彼女今、うちの流派で名取りもしている愛宝さんという方なんですが、愛宝ともう一人、今日連れてこようかなと思ったんですけど都合が合わなくて、もう一人連れて3人でオーストラリア行って、流派規模で、公演というか、活動というか、発表させていただく機会を、いただきました。で僕今年30になる年なんですけれども、29、28とかでなんでオペラハウスとかでできたかって、きっかけは一つしかないなと。なんでできたかっていうと、前々から早川先生もおっしゃってたように、やっぱり人の縁だなというところが一番大きいです。多分何にもない状況で連絡は来なくて、今までこう僕がシドニーに旅行で行ったりワーキングホリデーで滞在したりした中で会った人たちと縁ができて、でその人たちと、こうずっと縁がつながっていたからこそ、声がかかったであるとか、やっぱりここも僕もともと安西さんって今衆議院秘書をやられている方の紹介で早川先生と引き合わせいただいて、で早川先生との縁ができて、ここでじゃあブログ始めようとか詩吟教室始めようで、皆さんと縁ができて、でこの縁も大切にしていきたいなと思いながら、今もう、石川に帰っちゃいましたけど、輪島塗の、職人さんみたいなのを紹介したり、やっぱり人の縁でどんどんできる幅が広がっていくなというのを非常に、感じました。そして、昨年はそういう大きい舞台を踏ませていただいて、今年は何をしたいかと言いますと、やはり自分が前に出て僕がって舞台に出るだけではなくてですね、出たい人がきちんと出ていけるような土壌を作っていかないといけないなと思いまして、
まあ、率直に言えば僕はあんまりこう舞台いいよと、でも出たいお弟子さんたちがどんどん舞台に出ていった方が流派としても伝統芸能の世界としてもなんか上が詰まっていて、なんかお師匠さんが舞台総取りして下のお弟子さんたちはなんか地元の公民館でしかできないみたいなのだとやっぱり入ってもつまんないわけで、舞台の場がないとつまんないわけで、彼女なんか入って1年ちょっとでオペラハウスの舞台に出るっていう普通のどっかうちじゃない流派に行ってたら、まあ、そもそもない話を、じゃあうちに来たら何ができるのって言ったら大きい舞台で舞台ができますよ、踏めますよっていうのをやっぱりうちの流派の強みとして、どん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 こう邁進していきたいなというふうに思っています。はじめまして、弟子の龍先生、弟子の五木愛宝と申します。本当に急に私喋るのみたいになってちょっと緊張しているんですけども、もうですね、私家がすごく遠くて九十九里浜の方から毎週吉祥寺まで通うの正直ちょっとしんどいなって全然思ってないです全然思ってないです。たまたまなんですけども、池袋の東口出たところに池袋ミュージカル学院っていう若い、まあ、当時は分かったんで若者が集まってミュージカル芝居歌踊りダンスをやるところがありまして、私はそこの学校を出てしばらくこの界隈の小劇場で10年ほど役者をやっておりまして、最終になる予定なんですけどもちょっとピーあ分かんないピーって言った方が分かんないですけど、ピースボートという船に乗って世界一周をしました。その時にいろんなです、ね、アメリカ人からジャズを習ったり、ロシア人からバレエを習ったり、アルゼンチンのタンゴを習ったり、ブラジル人サンゴを習ったり、ちょっとするんですよ。で、私日本人じゃないですか、ちょっと日本の踊り教えてよとか、日本の踊りとかないしとか思って、私ちょっと当時何にもやってなかったので、みんなにいろいろ教えてもらって、ミュージカル的なことちょっと踊れるけど、私が教えられること、私日本人なのに日本語喋れるのにこんなに教わっといて日本の踊りとか踊れません、教えられませんって言った時のみんなのなんかがっかりしたあの顔すごく悲しくなりまして、というのもあってこう私日本人なのに日本今も盆踊りをちょっとやっていけばよかったかなって思うんですけど、ちょっと思いつかなくて、そうでも日本人として踊れる見せるものを14年間も生きてきてないなっていうのをすごく恥ずかしく思って、1年半前に急にホームページで剣舞うちから1本で行ける月1万円でググったら出てきて、吉橋も本当に分からなかったので、なんか見てみて、うん嫌いじゃない始めてみようぐらいの本当に軽い気持ちで始めてみたんですよね。そしたらなんか割とあんまり何でも手出して長続きしないちゃんなんですけど、気がついたらね、こうやってなんかここまで来ました、誠にありがとうございます。というわけで、こういうとこで私の友達の若いね人たちもいっぱいいるんで、そうちにこの辺で引きずり込みたいなっていうのもちょっとだけ思いまして、締めくくりとさせていただきたいと思います。今後とも一つよろしくお願い申し上げます。今日は新しい方もお久しぶりの方も、はい、なんかこう場の空気がねまた温度が変わったというか、フレッシュな、方々のお話も聞けてとても嬉しく思いました。私が、最近感じることは、言葉の力というものがやはり大きいなということを思いました。自分が発する言葉は自分に返ってくる、自分がポジティブな発言をしていればポジティブが返ってきますし、そうではない言葉を発すると結局は自分に返ってくる、そこがやはり体感として、分かり始めたというところが、最近、ありました。それとですね、あとは私は、まあ、昔はですね結構こうお友達の悩みとかを聞いた時に、それでそれでってこう、大丈夫なのっていう形で結構こうその子のために何とかこうしてあげようっていうふうに思うことが多かったんですけれども、最近はですねやはり人生その人その人なんですよね。
なので、まあ、手は差し伸べることはとてもあってもいいと思うんです。なんですけど引きずり込まれてはいけないというふうに最近思えるようになったんですね。そうするとどうなるかというと、とても自分が楽になるんです。自分の意識がここでしっかりと整うと自分がとても楽になって、その感情に振り回されなくなるんですね。そうすると何ができるかというと、時間にゆとりが生まれて、で私は今年から特に本を読む習慣をつけたいっていうふうに常々思っていたんですけども、本を読める時間ができたんですね。で最近ちょっと私がハマって、私結構本って一回読んだら終わっちゃう、あもう読んだ次行こうっていうふうに思うんですけども、最近ちょっとこう深読みというか何回かしている本があります。それが本当にこう言葉の力を高めると夢は叶うっていうこの本なんですけども、ちょっと付箋がいっぱい貼ってありますが、本当に、まあ、こちらにはいろいろなワークですとか、まあ、さまざまなこうことが書かれてるんですけれども、そのこう本を一冊振り返りながら読むことによって、さらにその本に書かれている内容を自分の中でこう取り込むことができるので、とても振り返りをして読み直すっていうこともとても大事だなというふうに思っています。あとですね、最近その最後に、感じることは、自分はどういう感情で日々を過ごしたいか、皆さんどういう感情で過ごしたいですか。まあ、できれば平穏にこうポジティブな感じで過ごしたいと思われる方がほとんどだと思うんですが、まあ、時にはね、やはりこう何かをの事象が起こって嫌な気分になったりっていうこともあるんですが、感情すらも自分で選択できるっていうことをすごくこう実感として思いまして、それはやはりその、まあ、多少嫌なことがあったとしても、まあ、それは学びに変えるですとか、何かの自分のこう、まあ、足りないところを気づかせてくれたというふうに考えて、なるべくこうポジティブに過ごすようにすると本当に体調が良くなります。なので、まあ、これからもその言葉の力というものを大切にしながら、日々 の体調管理ですも含めて、皆様とまたこうして、まあ、なんて言うんでしょう、こう人間の本質というんでしょうかね、そういったことのお話ができることをまた楽しみにしております。今日もご参加いただきましてありがとうございました。やはりね、こういう場をね設けたっていうことは本当にね、大きな力になったし、まあ良かったなと改めて思いました。ここは笑顔とやる気の伝道師、笑顔を広げる、やる気を広げる、そういったことをやっぱりこの場が持っているわけであります。私の本を持っておられる方は分かるでしょうけども、本のちょっとの勇気で君は輝くっていうね、全くその通りです。今年も皆さんがね、さらに大きく変えていくことを期待をしています。今日はどうもありがとうございました。はい、それでは無事、第65回ビオデックスプロジェクト全体会議終了しました。それでは皆さん行きます、せーの、やりましょう。